こんにちは、長野インターネット放送局と申します。今長野県は千曲市の土口というところに来ておりますが、ちょっと新しい美術館ができるとお聞きしたので、はい、やってきました。そこ あのディレクターをされている上沢さんに来ていただきました。すいません、自己紹介をお願いします。はじめまして、皆さんはじめまして。この度アート国未来というギャラリー兼、まあそうですね、あのアートサロンを開設することになりました、上沢香織と申します。いよいよオープンですね、はい、この名前は、はい、一体どういう、こう由来から来てるんでしょうか。はい、ですね、あの今回はアート国未来という名前をつけたんですが、はいはい、私が30代半ばから40代半ばまで東京の洋画で、あのアーティスト、若いアーティストのマネージメントと、まあ、プロデュースの事務所をやってまして、はい、その時の名前がアート国という名前だったんですね。はいはいはい、はい、あ、それと同じんですね。だからそうですね、それのアート国のセカンドシーズンを始めるっていうつもりで今回あの計画しました。まあ東京にそういう事務所があって、はい、ほんで、まあ、地元なんですよね、ここはね、はいはい、地元でどんな地元なんでしょうか。そうですね、私がこうあの生まれて、はい、高校卒業まであの生まれ育った家ですね、はいはいはい、であとはあの東京の大学の方に行くために、まあ、東京に上京して、はい、あのまあ、45年ぶりに U ターンという、素晴らしい、そういうあの長きにわたって離れてたんですけれども、もちろんお盆とかの暮れとかは帰ってましたけどね、うん、東京にいて、はい、長野へ帰ってこようと思ったその理由は何かあったんでしょうか。はい、ですね、あの今あの世の中的にもいろいろ同じようなあの問題といいますか、あのテーマを抱えている方多いと思うんですけれども、あの父が7年前で、うん、母が2年もう3年になりますかね、あの亡くなって、まあ、ここが空き家になりましてね、はい、であの私あの姉兄私が3番目で、まあ、兄弟がいるんですけれども、まあ、母の一周忌の時ですね、うんうん、まあ、この家をどうしようかという話を兄弟でしまして、うんうん、で私も、まあ、いずれはここに帰ってくるだろうなという心づもりはあったんです、うん、まあ、すぐにとは思ってなかったんですけどね、うん、はい、でもまあじゃあ今がその帰る時かなと、うん、あの今日だって話をした時に決断をした、うん、それがですね2021年の5月ですね、はい、うんうん、はい、長野でもやってみようと思った理由は何かあったんでしょうか。はい、はい、あのやね、まずは一番はあのこの家をね改築するっていう話になったんですよね、うんうん、あのまあ、古い家ですし、はい、築85年ぐらい経ってます。まあ、寒いですしね、住むとなるとやっぱりあの相当改装しないと無理だと、うん、私があの住むとなったら、まあ、私が、まあ、住みやすいように、うん、あの考えるといいということを、まあ、兄弟から、うん、言われまして、それで、はい、あの建築士さんにね、はい、あのすぐに相談をしたんですけども、はいはい、ちょうど兄と姉が両方のうちのそれぞれお世話になった建築士さんがいたんです。ですので、まあ、よく分かってる方なのでその方にお願いしましょうってことで連絡をしたら、もうすぐ翌週くらいに、うん、はいはい、来ると。ちょうどね2021年の連休、5月の連休の時にその話をして、はい、でその連休明けてすぐ1週間後の土曜日に打ち合わせに来ますっていうことになって、うん、じゃあその時打ち合わせするにはなんかどんな風にしたいっていうプランをねお見せしないと進まないですよね、うん、で一生懸命こう図面を描いていたんですね、うん、でその時にはここをこうしたいああしたいって考える中で、ここの部分に、まあ、今ギャラリーの部分なんですけど、はい、ギャラリーを作ったらなんか面白いかなってい こうひらめきみたいなものがあったんですよ。でそしたらなんかこう自分の人生がね、うん、このこれから先のここに帰ってきてからのなんか人生がこう開けるような思いがすっごくしたんですよ。で、まあ、これだと思ってた感じですね。ですからそれまで考えていなかったんですけど、でも多分心の底にはねなんかそういう思いがあったのかもしれませんよね。はい、まあ、最初のその20代の頃 の、はいはい、その事務所の名前、はい、
それをまあ、はい、そのまんま採用になった、はい、まあ、未来という言葉もつきましたけど、はいはいはい、まあ、本当にこの後のこの今後半のその人生のこう未来を考えた末のまあ決断だったっていうことなんでしょうかね。はい、ね、もちろんそうなんですね。あの人生100年、ね、時代が来るというふうに言われる中で、やっぱり60、還暦を迎える時に本気で悩みましたね。これから先、はい、30年もしかして生きてしまうかもしれない。その時どんな風に人生をこれから生活をしていけばいいかっていうのは考えてもなかなか結論って出ないテーマなんですよね。でそれをずっとこう考えたりする中での出てきた話でもあったので、まあちょっとまあ、大変なことは一番分かってるんですね、はい、この仕事って。あ、そうなんですね。そう、本当にね、もちろんパッションがあるからできることなんですけど、非常に複雑な仕事でもありますし、大変なことは一番分かってるんですけど、まあ、ちょっと頑張ってみようかなっていう気になったのは、何かこう、ね、自分の中でアート国分時代にこう培った何かを、まあ、もう一回やりたい思いがねあったんじゃないかなって気はしますね、はい。まあ、ここは今スペース的にはリビングルームみたいな感じするんですけども、はい、まあ、本当にいろいろこう思い出があると思うんですよね、はい、何かその古民家を改修するにあたって何か思い出なんかあったんですか。はい、ですね、まあ、ここは平屋でいわゆるこう田の字型っていう4つの、うん、和室が3つあってキッチンがあって真ん中に廊下があってっていうすごくシンプルな家なんですが、はいはい、私自身はその和室ばっかりの家があんまり好きじゃなかったんですよ。なのでどうしてもこう洋間を作りたかったと。まあ、ここも洋間になってますよね。そうですね、でもちろん和室も必要なのでブスマを1つ残して、でその時 の昔ながらの襖絵ですとか、はい、論語が書かれている襖ですとか、それをそのまま残して、でもう一部屋の方を広いリビングにしたんですね。でそこで何か美術以外に音楽のライブとか、うん、ちょっとしたお芝居的な、ね、ミニお芝居みたいなこととか、うんうん、ワークショップとか人が集まって何かするような場所会場にできるんじゃないかなっていうふうに、ちょっとそれも最初からなんか思ってましたね、うん、はい、やっぱりそのせっかくアートをこう見に来てもらう人に、はい、まあ、ちょっとゆっくりしていってもらいたいっていう、はいはい、そういう思いがあるってことでしょうか。はい、そうですね、アートを見に来てくださる方もだし、そのアートの、ね、美術っていうジャンルも、それから音楽とかいう違うジャンルもいろいろあると思うんですけど、はいはいはい、そういういろんなジャンルを好きな人たちがここでねこうクロスするのも楽しいと思いましたし、あ、ここは天井がとても高いんですよ。そうなんですね。そうなんですね。皆さんここに来る方、皆さん、あ、天井が高くていいですねってすごく言われるんですね、はいはいはい、すごく割と音も音響的にも良くって、音で、まあ、やっぱり今ここにピアノありますけど、はいはい、これもね55年ぐらい前のピアノなんですが、これは私の母が買ったピアノで、うん、私自身もまあこれ弾いてたんですけど。あ、そうなんですね。はい、母がねピアノ大好きな人で、うん、小学校の教師をしてたんですけど、まあ、辞めた後、村の子供たちにピアノを教えてたんです、うん、ここでね。だからここの和室二間をこうぶち抜いてみんなで集まって発表会なんかもやったことがあったりとか、そういう思い出もあったりして、なんかここに人もね、いろんな人に集まってもらって何かをするっていうようなことがなんかどこか子供の頃の記憶としてあったような気がしますね。うん、もうだいぶ先まで予定が入ってるって先ほど言ったんですけども、はいはい、ちょっとご紹介いただけますか。はい、ですね、まずね、オープン記念展として3つ用意したんです、はい、もうやはりお近くの方はね来てもらいやすいですけど、やっぱり私のご縁のある方々、首都圏とか遠い方が多いので、はいはいはい、この機会にどこかで都合がつく時にここまで来てもらいたいなっていう思いがあって、ま
その4月5月、はい、6月かな、これがまあ第1弾の富田くるり展。これは彼女が水上山、真っ白のね水上山に取材に行って、はい、そこで水上神社の御神木があるんですけども、はいはい、ものすごく素晴らしいというか、こう竜がこう波打つようなね、うん、あの御神木があるんですね。でそれにすっごく強いこう印象を受けて、その絵を描いてくれたんですけど、まあ、それも含めてあのこの地域に滞在してあのそこでの風景を描いた、そういうものを展示する展覧会です。でこれは第2弾で斎藤浩之展、はい、これ4月15日からなんですが、この人はあの、茨城県牛久のお住まい の、 あの絵描きさんなんですね。でこの人とは私があの非常に応援しているミュージシャンが牛久にいまして、そこにライブを聴きに行った時に隣の併設されたギャラリーで展覧会をやってた方がこの人で、すごくいい作家さんだなと思って、まあそこで実際私絵すぐその場で一回買ったんですけど、あのなんかあの紹介する機会があったら今後ぜひすごい紹介したいと思った人ですね。ですから今回のこのギャラリーを今度長野でやるんですよっていう決めた時にはすぐ挨拶に行って、あのぜひお願いしたいなっていうことを言いました。あのね、平熱日記って言ってタイトルが、はいはい、こう日常の中 の、 こう 目の前にあるものもう淡々と描くっていうことをやってる、ちっちゃな作品なんですけどね、でもすごくあの小さいは小さいんですけど、すごくこう空間の広がりがあって、で何でしょうね、あの俳句、素敵な俳句のような感じってすごい思ったんですけど、誰でも親しみやすいし深くも入れるし、例えばすごい美味しそうな干し柿この前送ったんですけど、したらすぐ絵描いてくれたんですね。なんかそういうなんかあの絵心があって、でもすごくあの描写力がある方なので。とってもいい絵なのでぜひ見に行って、あの面白いのはいりこですね。いりこで次も変わり種で、今度5月6日から、はい、神、神と書いて神君って言うんですけど、神高弘さんっていう、この人も非常にユニークで、まだね29歳ぐらいなのかな。へー、あのもともとお父様がニコの奏者で、はいはい、子供の時からもうニコを教わってて、あの、うん、私は会った時はニコの奏者として出会ったんですよ、うん、ですっごくね、ニコってこんなにいいあの楽器なんだなってこうニコの再発見をしたぐらい感動したんですけど、うん、でその人よく聞いて、話を聞いていくと、実はあの筑波大学の美術系のね、うん、造形の表現の大学に行っていて、うん、美術の活動もしていると、うん、まあ、いわゆる今でいう二刀流ですよね。どちらの表現も同じくらい一生懸命こうウェイトをかけてライブ活動をいろいろやっていく一方で、展覧会活動、造形活動をやっていくっていうことをこう本人はなんか多分揺れ動いてるんだと思いますけど、そういう作家さんで、でその中行ったり来たりする中で自分の表現を突き詰めていこうとしてるっていうのが、うん、なんかあのいろんな方にもアピールするような気がしましたし、うん、ですからこの時には初日と最終日にここでライブをするんですよ、うん、あ、音楽もできる方なんですね、そうです。でこのニコとあとニコ以外に民族楽器でケーナとかサンポーニャとか、うん、いろんなもの聞くんですけど、で自分でもそういう楽器作るんですけどね、その時はお知り合いのジャズピアニストの人と来て、うん、もう二人ならではのセッションをやるっていうことで、これすごく楽しみです、うん、私自身も楽しみ、本人たちも何度も打ち合わせをしたりリハーサルをしたりして準備してくれてますから、すごく期待ができる感じですね。まあ、あの上澤さんのこの、はい、まあ、セレクトで、まあ、今後、まあ、展覧会されていくと思うんですけども、はいはいはい、もしこの興味があったら、はい、あの展示とかできるんですかね。はいはい、ですね、こうやりたいという話の方もいらっしゃってまして、で、はい、ギャラリーもですし、このスペースも含めてなんかここでやりたいっていう方
いらしてありがたくね、ありがたいことにいらっしゃいますので、はいはい、レンタルスペースとしても考えてます。あ、なるほど、はい、なるほど。あ、この空間だったら自分のお客さんを呼んでワークショップをしたいとかね、うん、あとギャラリー、ああいう真っ白な空間ってなかなかないので、うん、あそこで撮影をしたいっていう人もいたり、はいはいはい、かなんかこの空間を使って表現したいっていう人はそう大変ウェルカムですね、うん、はい。そして、まあ、今後、はい、まあ、どんなふうにこうやっていこうと思ってるんでしょうか。はい、ね、ここって前正面というか裏の北側が古大名神社っていう神社、古い神社があるんですね、うんうん、ここ私のもう子供の時からの遊び場なんですよ、はいはい、今あまりお子さん遊んでないんですけどね。なんかそのお宮の前であるっていうことって結構私にとっては大事で、うん、はいはいはい、この家はね、実は親戚の人からするとお宮の前の家って言われてたんです。あ、そうだね、そう、そういうくらいなんか神社と関係があるんですけど、なんかそのあとそのアートっていうものを発信することによってなんかこう磁場がねちょっと変わるみたいなことを言ってくださる方もいるんです、うん、ギャラリーができると磁場が変わるんだよなんていうふうに言ってくださった方もいたりして、まあ、うん、かっこよく言うとね、一つのねパワーストップスポットにしたいですね、うん、なんかこう面白いことを見たいとかしたいっていう人が集まってくる場所っていうものを目指してますね、はい、なるほど、はい。そういえば最後になんか言い忘れたことがあるってお聞きしたんですけども、ちょっとそれもう一度お聞きできますか。はい、そうなんです、これを言わなかったらと思いました。いつでも何度でもようこそアドコクン未来へっていうことで、はい、ここのね、建物の写真ですとか、あとここにここをテーマにした写真集、フォトブックを作った作家の写真も含めて構成して、はい、このスペースでこんな、雰囲気のスペースですよっていう、まあ、紹介の冊子を作ったんですね。なるほど。で、これは来ていただいた方、このオープン記念展に来ていただいた方にプレゼントしようと思って作りました。まさにこれなんですけど、はい、一度来ていただいたらまた、ね、何度でも来ていただきたいですし、まあ、他の人にもねちょっと紹介してももらってもいいかなと思いますし、なんかこう、あ、ここでこんな空間がねあるんだっていうふうにこう広げてもらったら嬉しいなと思うので、これはね、何かこう最初ですし記念の品ってずっと考えてたんですけど、ちょっとここならではじゃないかなと思って、私もともと編集者でしたので、はい、編集のちょっとこうスキルを使って作りました、はい、なかなかねいい評判いいですよ。あ、そうですか、はい、ぜひいらしてください。もらいに来ても聞くだけでも、はい、そうですね、結構です。いいです、はいはい、ってことですよね、はい、ぜひ夢に向かって、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今長野県は土口というところに来ておりますが、そこに、新たにオープンしましたギャラリーに来ております。そこの今回展示される富田さんに来ていただきました、はい、すいません、自己紹介お願いします。はい、はじめまして、富田くるりと申します。私は旅する風景画家として、まあ、今回こちらのギャラリーで千曲の主に千曲、まあ、夜長野の風景を、はい、まあ、描かせていただいて、その作品を、まあ、今回展示させていただいてます。基本も現地でもう例えば今この後ろにある、うん、これは水上神社の御神木なんですけど、うん、まあ、2時間ぐらいずっとその場にいて、あ、じゃあ現地を赴いて、はい、現地で山登っていって、でその場で2時間ぐらいずっと描いて、うん、はい、それをもとに、まあ、この大作、まあ、大きい作品に今回ギャラリーで滞在制作をしていただいてって、まあ、要は写真とかじゃなくても生きたそのまんまのね風景とのこう対話というか、はい、こちらにあるのが実はその現地で描いたものなんですけど、はい、まあ、なんかこう下書きっていうよりはもうその向き合った、まあ、これ自体も作品としてもいいかなっていう、うん、あんまりそういう分けって考えてないかな、うん、大きな後ろにちょっとありますけども、はいはい、それは
また後日そうですね書き直したっていうんでしょうか。書き直したって、まあやっぱりこうこれを書いててやっぱり思ったんですけど、やっぱりその氷室百姓って ご神木なんですけど、すごくやっぱ大きくて、自分の中でこれはこの躍動感とかを、まあ、もっと大きい画面じゃないと表現できないなっていうやっぱ思いがあって、うん、はいはいはい、それでまあなんか大きく できたらいいなって思ってて、うん、そしたらまあこちらのギャラリーであの価値がかかっていただけるっていうことで、まあ、今回できたっていうありがたいことに、まあ、ただここのギャラリー自体もまあその水上から近くて、まあ、長野のこの風土の中でこのね明るいこのね素敵な空間の中でこの長野の地で描けたっていうのが自分の中ですごい大きな意味があったかなっていうふうに思ってます。絵を描くときにその現地を赴いていくっていう、はい、その辺のまあ、うん、ある意味旅するっていうことを、そうですね、取られましたけども、はい、その辺のなんかこだわりっていうのは何かあるんですか？そうですね、なんか私やっぱり絵を描くことよりももっと大事なことがあると思ってて、それがやっぱりその風景と出会うっていうことなんですね。で出会うっていうのはその常に出会い、人との出会いもそうなんだと思うんですけど、うん、常に出会えるものではなくて、その自分からやっぱり動いてその地へ行って、で何かこう出会いがあるかもしれないないかもしれないみたいな、うん、そういうこうその一瞬一瞬のね、やっぱそういうところであの自分はあの求めてるというか、だからそのまず行くで、そして出会おうとするというか、その土地の風土のなんか美しさだったりそういうのを見出そうとする、あのそういうなんか気持ちというか、はい、それでなんか行きますね絶対に。その行くっていうのはその、うん、何かそのセレクトすると思うんですけど、はいはいはい、その基準っていうのは何かあるんですか？そうですね、基準、まあ、あの結構ご縁が多くて、はい、まあ、偶然とかたまたまっていうことも多いんですけど、あの例えば今回のちくまは、はい、あのたまたまあのアートの公募って、うん、要はなんか募集、うん、作品をあの展示しますよ募集しますよっていう、うん、でそれであのちくま市、前から知ってたんですね。はい、そう、そこで、まあ、あのちょっと酒蔵をね、あのそれで、うん、すごく惹かれてっていうのが、まあ、3年前がきっかけ、うん、それもなんか本当たまたまですね。でもそこからやっぱり初めて来た時にすごいいい場所だなって、うん、もう初めて来た時にこの千曲の千曲川が最初に目に入って、うん、あすごい。まずどのくらい、どの辺を撮った、どの辺描いたんですか？さらしな神社を描きました。あそこにあります、うん、あれが一番最初に千曲で描いたやつ、はいはいはい、スケッチなんですけど、その場であの早朝朝のさらしな神社、石段をこう下るんですね、うん、あの結構そういう神社って私初めてで、うん、あのだからこれは振り返ってみた図、あの、うん、絵なんですね。富田さん、うん、出身はどこなんですか？千葉県の佐倉市ってとこです。千葉県、はい、どうですか、比べてっていうのも変だけど、うん、比較して、ま、でもあの違いっていうか、さくら、でもさくらって、うん、あの一応そのさらしな字のさと同じ字なんです、さ、うん、ってで、さっていうのがさらしなのさとか、うん、なんか作業がね結構なんかキーポイントというかね、そのあの意外と共通点もあって、うん、でもやっぱり違うのは山がない、でもやっぱ歴史はあるところなんです。さくらも城下町で、うん、アート、あの美術館もあって、そう、山はないんだけど文化的なあの部分というか、そういう意味ではちくま、うん、ともすごい縁がというか共通点があるかなっていう感じですね。なるほど、うん、そして、まあ、今後どんなふうにこう進めていこうと思いますか？でもまず今回の個展をやっぱり開かせていただいて、うん、まあ、もう今回は千曲と、まあ、長野のやっぱりこう北信地方のやっぱり自然とか文化と向き合って、まあ、それをこうあのあなんだろうな、自分の中で集大成というか、うん、まあ集大成ではないかもしれないですけどね、うん、あのこれが始まりかもしれないですけど、まずはやってみて皆さんにこう見ていただいて、あのなんかその反応というかを見て、なんかこうどんな風に感じていただけるのかなって、で自分がその中でまたこれから先ちくまとどう関わっていけるのかなっていうのを、やっぱりこの展示の交流の中で考えていけたらいいなっていう風に思ってます。なるほど、今後はどんなところへこう行こうと思ってますか？あ、でも私結構そうですね、奈良に結構行ってて最近、うんうん、あのここにある作品のこういうちょっとこう変、あのちょっとね、あの後ろにあったり、うんうん、ここにもあるんですけど、ちょっとこうムクの板を使った作
品板の作品もありますね。そうそうそう、ちょっとね形が あれあれはそのままの形をそのまま生かしてて、それは奈良で、実は奈良の旅の時にいただいて、でなんで奈良かって思うかもしれないんですけど、奈良と千曲って要はもう大和朝廷の時代から実はつながりがあって、だからこうちょっとこう風景をその長野のそこにある千曲の風景を奈良でたまたま持ってたんで見せた時に、うん、これここの風景だと思ったって言われたんですね、うん、確かにそこの奈良 その山の形似てるんですよ、そのこの山も。だからあ本当だと言われて、すすきもあってっていう、なんかそういうところがね意外とねだからそういうなんか観察力がすごいですねなんかやっぱりそこが一番大事ですね、自分の中では。その絵を描くというよりはその土地を知りたいっていう、だそのために描いてるって言ってもいいかもしれないです。要は描かないと 見れないんです、見ないと描けないというか、で見るっていうのもそのただ表面を見てるんじゃなくて、そのじゃあこの石はなんでこういう表面になってるんだろうっていうのを考えた、その奥には地質学があって、そこの、じゃあなんでこの地はこういう地質になってるんだろうっていうのがあるじゃないですか。そういうのを一つ一つこう奥掘り下げていくみたいな、やっぱりそのプロセスというか、でそれによって自分の中の、まあ、今回である千曲っていう土地に対するこう見方考え方がどんどん深まっていって、でそれをなんか自分の旅人ならでの、まあ、そう視点っていうのかな、それでこう皆さんにお見せしたら、もしかしたらこう地元の方々がちょっとこう普段あんまりね、あなんかこうふって思わないよう なんかこう新しい、ね、もしかしたら視点みたいなものもあるかもしれないっていう、なんかそういうのをお見せできたらいいなっていうふうに思ってます。なんかいろんな場所に行って、はい、自分の中のこう、まあ、ふるさとってあるじゃないですか、皆さんが懐かしいなって思う風景、うん、なんかそういうのがいくつもあっていいんじゃないかなって思ってて、だから奈良と長野がつながってるっていうのもなんかそう思うし、他にもいろいろつながってるんじゃないかなって、あと人と、だって私と皆さんもつながってるかもしれないしっていう、なんかそういう風にどんどん広がっていけたらなっていう。今後の夢は何かあります？夢でもやっぱり絵を描いて生きていきたいです、はいうん、なんかこうそういう絵を描いてっていうのは、要はやっぱ土地と向き合って旅をして、で絵を描くっていうその一心同体というか、そういう風に生き方として、はい、そういう風な生き方をしていきたいなと思ってます。ぜひ夢を叶えていただきたいと思います頑張ります。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。